はいどうもお疲れ様でございます公明党そして創価学会の皆様そして公明党にも創価学会にも関係してないよという皆様つまり皆様でございます今回はですねもうね何でもかんでも公明党が悪いんじゃないかなといううがった見方で放送するこの番組山田漬物店をちょっと紹介したいと思います実は広島県廿日市市に店舗を置くこのご覧いただいている山田漬物店さん まあ創業からね60年ほどなんですけどもこの度閉店をすることに決まりましたで地域の人に惜しまれる声もあるんですがなんせ職員衛生法の改正によってですね莫大な設備投資が必要なんでもう続けられないよっていうふうに87歳とそれから90歳のご夫婦でされているえこのねお店の方が言われていたんですよねもう涙涙の閉店ですよねっ で、なんでね公明党がここで悪者になるのかってことですけども食品衛生法の改正により新しい設備投資が必要になってだったら経営的には行き詰まっていないんだけどももう働く場所を手放すしかないよねっていうこのね60年間地域をこの国を支えてくださった素朴な漬物屋さんがもうねやっていけなくなったっていう現実について公明党何やってんのと言うてことでございます。 ね、おそらくこの法改正、自民党がまた先頭に立ってやったんでしょうけども、公明党がこの地域で頑張ってる漬物店さん、もう漬物屋っていうのはね、若い人がやる商売というよりも、熟練のベテランの商売ですよと、70代、80代、中には90代の方もいらっしゃる、そんな方に先を見込んで、新しい設備投資をやらせるんですか、どうなんですかっていうぐらい切り込んでね。 ちょっと手心を加えていただいたりとかそれから移行期間を設けたりとかこういうふうな個別の店舗に対する補助などをしていただければこの山田漬物店さんまあなくならずに済んだのかなと思いますで今回はね山田漬物店さんを紹介しましたけども日本全国各地に似たようなお店漬物店に限らず様々あったと思うんですよね ここで様々って言うとね、岸田総理の真似みたいになっちゃいますけども、物事をごまかすときは様々というね、いろんな意見があることは承知しています。まだ道半ばであり、みたいなね。しまいには政治改革に終わり合わないとか言ってからね。<laughs> ちょっと話脱線しましたけども、岸田さんはね、ごまかしすぎですよ。インチキメ。ね。で、そこに加担する公明党。インチキメ。二人揃って気が合いそうですね。統一協会と 創価学会に二股かけられれててそれでもくくっついていく公明党ねもう一体公明党ってのは何を公にするために何を明らかにするための政党なんでしょうか公に明らかにするわけがないぞという党ですね公明党お後がよろしいよう、ね、でじゃあ今日もね無理やりこじつけて公明党に対して <laughs> 文句を言ってみましたけどもまあでもねあの少しぐらいその通りっていうところがあるでしょ少しぐらいね まあ、いろいろお話しましたけども、こういう風なね、伝統ある漬物店さんが亡くなるのは、同じ地元を抱えるものとしてもね、私としても非常に辛いところでございます。こうやって個人商店がなくなっていって、地域の味ってのが失われていくんだろうなと思います。本当に、山田漬物店さん、長い、ねえ、間、お疲れ様でした。じゃあ、ご主人、ゆっくり休んでください。そして、新しい生きがいを見つけていただきたいと思います。緑の店舗が、 え、イメージ柄の、ね、小池さんをちょっと連想させるところありますが、まあそこは抜きにして、本当に長年ありがとうございました。お疲れ様でした。